クッシュマントラックスタークッシュマンはアメリカ合衆国ジョージア州のオーガスタにあるテキストロン社参加の産業用小型特殊車両の製造会社である G683 空挺用スクーターメールスタークッシュマンは1903年にリンカーンでエヴァレットとクリントンクッシュマンにより設立され1913年にクッシュマンモーターワークスとなった 1922年には4ストロークのハスキーエンジンの生産を開始し、農業機械、ポンプ、シワ刈り機やボート向けのエンジンを生産した。世界恐慌の中、ハスキーエンジンの生産量を増加させるために1936年に変速操作不要のスクーターを作り始めた。クッシュマン製スクーターは第二次世界大戦中にアメリカ軍により、 広範囲に使用され、戦争の前後に自動車の代替手段となった。クッシュマンの有名な製品の一つは、第二次世界大戦時の軍用仕様のモデル53であった。アメリカ陸軍の空挺兵と共に、パラシュートで降下させるように設計され、クッシュマンエアボーンの名で知られるようになった。その他の軍用モデルは、基地内での郵便配送業務で使用された。 最も成功したスクーターであるイーグルは露出したエンジンと丈夫燃料タンクによりオートバイと似た外観をしており約16年間生産された。その他のモデルは一般的なスクーターと同様のステップスルー形式を採用しておりこのステップスルー形式と運転の容易さは男性と共に女性にも人気となった。 ロードキングやペースメーカーと名付けられた1950年代末のモデルの中のいくつかはジェット機時代を象徴するボディデザインをまとっていた。シアーズではこれらのモデルの中の一つをオールステートのブランドで販売した。クッシュマン製スクーターは延伸式自動クラッチを備えていて加速するには右側のグリップをひねるだけであったが奇妙なことに その他ほとんどのオートバイやスクーターで取られていた、方式とは逆にグリップは前方にひねることで加速した。クッシュマン車は75マイル、ガロンの燃費を主張し、運用コストを1ペニー、1マイルであると宣伝した。クッシュマン製スクーターは総じて重量が250から335ポンド、出力は9馬力程度であった。 スクーターの生産は1965年に終了したが、在庫のイーグルの中には1966年モデルとして販売されたものもあった。スクーター生産の終了後に、クッシュマン社はゴルフカート、産業用車両や芝生整備機器を製造した。クッシュマンモータースクータークッシュマントラックスターは1952年から2002年まで生産され、アイスクリーム販売。 ショッピングセンターや競技場の整備清掃やニューヨーク市警察でも使用された。クッシュマン社は1962年にアウトボード、マリーン社の一部門になり、1989年にランサムズ社がクッシュマン社を買い取り、その後テキストロン社がランサムズ社を買収した。軍用の荷物配送用三輪車。ありがとうございます。